サロモンスノーボードマーケティングの安藤と申します。この挨拶も今で176回目、今からは笑っちゃいましたけど、このサロモンのフリースタイルフラッグシップボードビレインのご紹介をしたいと思います。2009年に、今のハイブリッドキャンバーブームの走りと言われるですね、サロモンオリジナルのハイブリッド構造を初めて搭載したボードとなります。で、構造的には、ロックアウトキャンバー、キャンバーベースで、しっかり滑れる。ただ板を回したいとき、遊びたいときには、荷重数とノーズテールがロッカー形状になってくれますので、ハードなライディングから遊びまで何でもこなせるトゥルーツインのフリースタイルボードになってます。そしてですね、数年前から、モデルチェンジしまして、ノーズテールにカーボンはもちろんなんですけど、エッジが、変更しましたので、よりエッジグリップの強い切れるボードに生まれました。エッジグリップの強い切れるボードに生まれ変わりましたので、ただのグラトリボード、ジブボードではなく、大きなキッカーからハーフパイプまでこなせるオールラウンドな乗り味になっています。その証拠にですね、サロモンのグローバルライダーが US オープンのハーフパイプでこのビレインに乗って参加して5位というようなですね、結果を残しているような、ハイパフォーマンスボードとなってます。見た目ツインチップのコテコテフリースタイルボードなんですけど、ロックアウトキャンバー、つまりノーズが浮いてくれる形状になってますので、フリースタイルど真ん中でスノーボードを楽しみたいっていう、スノーボーダーでも、パウダーの時は絶対にパウダー行きたいはずです。その時はあれ、こんな見た目コテコテのツインチップのフリースタイルボードでもパウダーすごい楽しい、そういった、乗り味も、兼ね備えている万能なボードですので、まだまだフリースタイル、これからもフリースタイル、飛んだり跳ねたり回ったりしたい、でもスノーボードをいっぱい何でも楽しみたいというようなユーザー様にはおすすめの一品です。それがビレイン。